以前は誰でも触ることができたこちらの展示物ですが、今はこういった注意書きが貼られています。なくなったのは2004年に校庭で見つかった原爆投下後の熱で溶けたとみられるガラスの塊1点です。本川小学校の平和資料館で展示されていましたが、去年11月、3点あるうちの1点がなくなっていることがわかりました。 広島市教委は、来館者が増加傾向の中で残念だ、異物を返してほしいとし、被害届の提出も視野に警察と相談しています。一方、被爆したとみられる腕時計がアメリカのオークションサイトに出品されていることが分かりました。タイトルには、8時15分の原爆投下によって解けた腕時計とあり、説明欄に、広島に派遣された イギリス軍の兵士によって回収されたものと記載されおよそ280万円の値がついています原爆資料館は現時点では広島で被爆したものかどうかわからないのでコメントは難しいとしています